はいこんばんばは管理師隆人ですはいすいませんねあのキンプリの平野翔さんじゃなくて申し訳ないですね本当にはい申し訳ございませんはいまあそのですね「M ステ」でですねキングアンドプリンスがあの出演していてですねなんかシンデレラガールをね まあ、歌っていたみたいなんですけどその歌った最中に歌詞を間違えたようなんですね平野紫耀さんがまあ、あのー、当たり前ですけどね歌詞間違えるのは当たり前っていうか別に悪くもないし <laughs> はい <laughs> まあなので <laughs> まあ大丈夫だと思うんですけどねはいあのー、平野紫耀さんはもうこれでキンプリで そしてではなんか多分最後の出演になると思いますね。まあ、あとはもうソロで活動するのかもしれないんですけどね。はい。まあ本当にねジャニーズ本当にいろいろありましたけど、まああのレイナのジャニーチタガさんのねあのあのことについてとか、まあそれがそういうことをしたっていうのが暴露されて。 まあ今ジャニーズは今ちょっとやばい状況になってるんですけどまあ本当にまあ本当にメンバーね本当にかわいそうでならないのはあるんですけどねまあファンとかもそうなんだと思うんですけどなんかこういうことがあったっていうのはちょっと本当に言いにくいのもありますしまあ本当に。 本当にかわいそうでははななならないいっていうのはありますね、はいまあ、これからジャニーズはどういう風に言えななるのかは本当によく分かんないんですけどまあ本当ねえ、まあ、メンバーたちはまあよく頑張ったとは思いますけどね、はい、ちょっと別で言葉にならないかもしれないんですけど本当にまあ平野紫耀さん本当によく頑張ったと思いますねはい。 まあ本当にあのまた大した言葉を言えなくて申し訳ないですねはいまあ今回の話は「M ステ」にですねキング g p r i n が出演していて、まあ、平野翔さんが歌詞を間違えたっていう、まあ、その瞬間はこの動画にはございませんのでご了承ください終わります